美味しいと思うんです、うん、私が苦手なだけなんで。違う違う、ぜひ食べてください。醤油味が効いてましたね。あ、いけたいけた。マイさんが食べてくれました。こんにちは。いいよ。こんにちは。インド系料理、インド系料理ご飯を食べます。食べれる。カレーとか好き。こぼしそう、ちょっと前に。あんま食べないけどね。でそう、味噌カツ、そうですよ、絶対に味噌カツ丼食べてください。あれ美味しかったです。でも今年は、今年はってた、今年からのね、新メニューの小畑選手のチョコレート、久しぶりやん、チョコクレープめっちゃ美味しかった。食べてください。今日から、昨日から、今日から唐揚げ祭りも始まるみたいなんで、来週のところで。こんにちは。19日個人センターの好き。いただきます。今まであんまりホルモン食べたことがなくて、噛み切れないじゃないですか、ホルモンって。いつ飲み込めばいいかわからないから、あんまりね、今日お寿司食べてこなかったんですけど、この前食べてみたら美味しかったですね。完成。が好きなやつ。いただきます。は、ゲソ、ゲソかな。途中でね、去年の6月ぐらいにゲソからタコに変わったんですよ。でも今年はまたゲソに変わってました。ゲソの方が人気なのかな。あ、やばい。5月5日、その日になんかスカイエーさん のファーム戦、阪神対工夫颯戦の実況をさせていただくことになりましたので、皆さんぜひお越しください。ご支援です。3日が舞さん、6日が千尋さんで始球式、5日が私だけです。まさゆきさん、ありがとうございます。知らなかったんですけど、嬉しい、ありがとうございます。ちょうどチケット取ってる。おお、なんか普通のタワー久しぶりに見た。久々です、ね、ありがとうございます。去年の朝ビジるんですけど、好きやからつけすぎて、そうですよね、この前見に行ったんですよ。面白かったですね。これ何なの、わかんない。私のね、でもルーキーの推し選手だった下村投手がね、トミー・ジョンを受けることになったんで、まだね、見れないです、ね、一番好きなサーモン。え、そう、ガールズトーク発表と同時に、でも発表と同時にしました。私もあと1週ぐらいかな、変な声なの。ガールズトークはいいねんけど、まあ、よくないけど、もう一個、そのめっちゃ声出ないかった時に収録して、でその収録の時に誰にも何も言われずに喋り続けたから、ほんまにそういう声の人みたいな感じになっちゃった。でいつか公開された時に、シンシンこの時に、あ、声借りてた時期に撮ったんやな、これって思っていてください。1年半後ぐらいかな、楽しみです。ほんと、あ、今ハマってる水組です。うん
本当にありがとうございます。大丈夫ですよ、まさゆきさん、ありがとうございます。これなんやろ、むしろ大阪城、ありがとうございます。たくさんありがとうございます。何食べよう、これ絶対醤油かけるやつじゃなかった、アルハマ、そう、面白かったです。久々に行きました、1年ぶりぐらいから行きましたね。目が冴えてます。ちょっとでも眠たくなってきた。逆に。なるほど。ジャスティンミラノ分かった。歩くといい。ヒンシンが予想してたから一緒にしたってこと？おめでとうございます。ありがとうございます。分けていただいて。スタバの答えはあの時一ヶ月前ぐらいなんですけど、あれ何飲んだっけ？なんかほうじ茶でしたね。ありがとうございます。ホット。でもシンシン、最近はほんまにスイートミルクコーヒーなんかたまたま当たったけど、ほんまに当たったことないレベルやから、マジ逆、シンシンの逆を予想した方がいいっていうぐらい全然当たらへんから、あんま参考にしない方がいいと思います。スイートミルクコーヒー美味しかった、ブルーミルク変更したら美味しかったです。めっちゃ甘々でしたね。でなんか心なしかジャスティン・パレスもシンシンが予想しだしてからなんか調子悪いもんだからみんなあまり参考にせんといてください。逆を、逆を狙っていってください。確かにちょっと全然ね飲まなかったんですけど今まで、最近になって飲みました。残りは待ってから。こんにちは、飲めます。飲み物持ってくればよかった。からっ最近そうなんですよ、兄ちゃんが東京に行ったんで部屋が一部屋空いたんで実況部屋にね、実況部屋っていうか配信部屋にねなったんですけど、お兄ちゃんの服今まで結構入ってたんでなくなっちゃって困ってます。あれなんとか疲れてたから、ケータリング飲み物ついてないね。でも欲しい、だって飲み物をさ毎日飲むやん、絶対。あのジャケットどこ行ったんって言ったら、あれ兄ちゃんのやつでって言って、結構なくなってます。そう、服問題だ。そうなんですよ、ごちそうさまでした。確かに東京でも2週間ぐらい出てます。研修で2週間ぐらい、そっからほんまにドリンク海賊忘れたのあれやわ。免許取りたいですね、車の免許取りたい。新車は今から生写真のサインを書きたいと思います。でもまだ公開されてないから
見せれへんけど。やっぱ撮るに越したこと書きます。持ってて、いい感じ、結構嬉しい、ね、なんか心身笑ってる顔以外嫌やねんけど、全部笑ってた、嬉しいです。行動範囲書きますね、今から誰かの元に届くように。これ何月だろう、マジめっちゃ飛ばしそう。エイプリル、4月かな。安全運転のところ行きますよ。え、お父さんが持ってて、お母さんも5月マーチ5月、5月かな、分からへん、5月です多分。4月と5月、私はね全然持ってないんですよ。さっきまでだから言われました、あやぴょんに免許取ってって言って連れてってって言われました。でもね、これ撮影したのがほんまにめっちゃ11月、去年の11月ぐらいで、なんかお蔵入りになったんかと思ってたんです、勝手に。ビレス注射とか見てるだけで怖い。したら公開されてた。めっちゃでも遅い、遅かった今回。すごい時間時差あった。あ、じゃあそろそろ読んで読みますね。ランキング13位、そらさん、ありがとうございます。12位、直江知見さん、ありがとうございます。11位、かるちゃんさん、ありがとうございます。12位、まるるさん、ありがとうございます。女子に時差あるかも。9位、たんさん、いや、ないよ、ない時もある。8位、でも今回は特別時差が大きい。6位、テラシーさん、こんな時差があることはなかなかない。5位、ダンさん、ありがとうございます。4位、チキンナンバさん、ありがとうございます。3位、ふっちゃんさん、ありがとうございます。2位、レモン78さん、ありがとうございます。1位、さきしょさん、ありがとうございます。ありがとうございました。2ヶ月ぐらいかな、いいね、まとめて撮るの。3ヶ月暇な時に撮らないとね、もう撮れない気がするから撮ってるんかな。なんかいつのやつか運転したい、めっちゃしたいよ、言われず撮ってるから何ヶ月分とかわからないし、逆にこの4月の生写真より後に撮影したやつ先公開されたりするから、なんかちょっとよくわからへんけど、確かにいつかはわからへんな。髪色確かに、でもシンシンあんまり髪色に、でも髪色いい感じやわ、この生写真。できました1枚え、ほんまに何の写真か分からず撮ってます。内容はまあなんかその時に思ったこととか、たまにさあ衣装に合わせて書いたりする、衣装曲の歌詞とか、なんかの曲の衣装やったらとか書いたりするかな。でもこれはね、何なんだろう、衣装じゃないねんけど、衣装じゃなくはないけど曲の衣装ではないかな。これなん、どういうテーマなんやろ、まあ、春だよみたいな感じかな分からへんねんけど、
や衣装やねんけど、衣装じゃない時はないねんけどな。お、いいんじゃないでしょうか。何かこう、やばい、変な線入っちゃった。ちょっとなんかえ、今何時？ちなみになんか人いなくなってんけど、もう時間ない感じ？おお、結構時間ないな。え、15分経った？経ってない？まだ。あ、まだ経ってなかった。立ってた。あ、立ったのか。やばい、絶対書き終わらへん。じゃあこの1枚だけ書き終わろう。あとは後で書こう。オッケーオッケー、いけたよ。いや終わろうか、怖いもんね、さすがに。着替えなあかんし、これ後で書くとして、オッケー、ランキング読みます。いけます。13位しんごさん、ありがとうございます。12位大空、ありがとうございます。11位ガシベル、ありがとうございます。10位はっちゃん、ありがとうございます。9位チャンピオ、ありがとうございます。8位だし巻き卵、ありがとうございます。7位マツンヤ、ありがとうございます。6位ギャオスケ、ありがとうございます。5位ポム、ありがとうございます。4位ズッちゃん、ありがとうございます。3位京都のエジ、ありがとうございます。2位沸騰注意、ありがとうございます。1位マサユキさん、2枚も2個もタワー、ありがとうございます。ありがとうございました。先生も準備してきますので。